六石刀手工六石は、埼玉県深谷市の荒川にある石の総称である。江戸時代初期に、荒川から溶水に水を取り入れるために作られた6つの石であったが、その後、昭和時代に六石を一つにまとめ、六石投手工と呼ばれるが完成した。平成になり、改修工事が行われ新しい六石ができた。これを、新六石、または六石と呼ぶ。 また、この六石刀手工から取水される、各用水路を掃じて、大里用水と呼称する。400年ほど前の江戸時代初期、大里地区の用水路と6つの石が作られる。その後たびたび、渇水等のために、水争いが絶えなかった。1911年には、五星用水の改修工事が行われた。そして、 1929年に六石を一つにまとめ、六石投手工が完成する。江南西本、溶水の工事を開始した。1933年、この年は、日照りが続き、荒川の水も渇水し、田植えもできなくなった。そこで、川の北側と南側の3000人もの村人が、集まり、桑や鎌を手に持ち、 竹竿に赤い布を結んで旗代わりとし、石を投げ合った。多数の負傷者が出て、警官三350人が仲裁に入った。1939年には、江南裁本と用水が完成し、1994年には、新しい六石や、用水路の改修工事が始まる。1999年8月14日の、 大雨で水圧に耐えきれなくなった6隻の一部が流された。湖南西本も川底が低くなり、コンクリートが古くなっているため洪水で流される危険があった。大雨の後、湖南西本が流される危険や、溶水が古いために漏水が多くなっていたり、生活排水が流れ汚染してきたこともあり、大里溶水を使用している農家など7700戸が埼玉県や国に、 新しい六席や用水を作るよう申請した。そして2004年に六席と用水路改修が完成した。六席には漁堂も併設された。名の通り、昔は六つの席が荒川にあり、六つの用水に水を供給していた。六つの用水を合わせて大里用水と呼ぶ。六席投手工の管理用道路は、 しげただと呼ばれ、深谷市道四46号の道路橋として2003年により、強用されている。橋町236メートル、福音9メートル。歩道は2メートルで下流側のみに設置されている。歩道には、荒川の景観を眺められる、よう展望デッキも複数箇所設けられている。名前については、旧川本町による一般公募が行われ、当地に、 ゆかりのある畑山重忠から命名された。荒川に数多く架か,かる橋の中で数少ない人命を冠した橋の一つである。竣工当時は川本町と花園町を結ぶ橋であったが2006年1月1日の市町村合併で両岸とも深谷市となった。重忠橋は埼玉県の ぐるっと埼玉サイクルネットワーク構想に基づき、策定された、自転車見どころスポットを巡るルートの、熊谷南部荒川ふれあいルートや、深谷水と緑の回路をルートの経路に指定されている。ありがとうございます。